さっきみたいな経験ってありません？ライトスタンドって、そのライトを買った時についてくる、そのままついてくるものをね、結構流用しがちなんですけど、やっぱね、大きなソフトボックスとか、比較的大きいライトをつけちゃうと、さっきみたいにね、こうグラグラっと倒れちゃうっていう危険性もあるんですよね。で、まあ危険性というかね、一回外で倒しちゃったんですけど、もっとね、ライトスタンド、センチュリースタンドとか、しっかりしたね、ものを買いたいんですけど、ちょっとやっぱりあそこまで大きくなっちゃうと、重さもね、それなりに出てくるので、持ち運びっていう面で見ると、ちょっとね、どうなのかなって思ったりします。で、今回はですね、こんないいものを発見したので、このライトスタンドを紹介していきます。スイーツラバーチャンネルのスイラバです。いらっしゃいませ。今回レビューしていくのはこちら、カーボン製のですねライトスタンドになります。めちゃくちゃ軽いで、メーカーはホソトっていうブランドのライトスタンドになります。でね、さっきも言った通りカーボン製っていうことでね、第一印象としては本当に軽いです。 550g しかないんですよね。実際はね、でも 550g 持ってみると本当に軽いんですけど、これでね、さっきのソフトボックスとかライトをね、支えられるかっていうのがね、ちょっと今不安ではあります。で、それからね、畳んだ時の長さ、これも結構短くてですね、49センチまで短くなります。収納のソフトケースっていうのもついてきます。じゃあね、サクッと外観見ていきましょう。まあでもライトスタンドなので、そこまでね、変わったギミックみたいなのはないんですけども、結構ね、作りはしっかりしてると思います。しかもね、ちょっとこう黒に、ブルーがね、こう入ってて、ちょっとかっこいいですよね。質感も高いです。で、実際設置するときなんですけど、ここのセンターポールをね、緩めてあげると、ここですね。ここを緩めてあげると、もうあと簡単にこういうふうにね、足が開くようになってます。こんな感じで。で、ちょっと気になるのは、この辺の構造ですよね。薄い板1枚なので、実際これでどれぐらいの重さまで耐えられるのかっていうのはちょっと不安ではあります。で、一応カタログ上では、耐荷重が3キロまでっていう風になってますので、やっぱりそこまで重たいものを支える力はないのかなと思います。で、これ最大限に伸ばすと、まあライトスタンドなので最大220センチまで伸ばすことができます。で、逆に最低地上高は49センチとなってて、で、さっき言ったように耐荷重が3キロまでっていう感じですね。で、まあライトスタンドっていうことであんまり特徴はないんですけれども、それでもね、特徴的な部分が3つありまして、1つはここ先端のナットが取り外し可能になってて、一番上のナットを取り外すとこんな感じでね、4分の1のネジがついてます。もちろんここに、カメラ三脚の雲台を取り付けてカメラをね、据え付けすることもできます。そしてもう一個ですね、このネジではなくてもう一個下のネジも外せるんですよね。ここを外すと8分の3のネジになるので、結構ね、汎用性は高いライトスタンドかなと思います。で、まあ例えばですけど、まあライトスタンドとして使う場合ですね、さっきみたいな大きいソフトボックスのキーライトとしてこれをね、ライトスタンドを使うこともできますし、あとまあこういうチューブライトなんかもつなぐことが、直接ね、あのネジがあるのでつなぐことができます。なのでこういう感じでね、演出としてこういったチューブライトをつけて後ろにね、こう三脚として立てておくっていうこともできますよね。でね、このチューブライトもね、まだレビューしてないんですけど、なかなかいいチューブライトですね。まあチューブライトで人気なのはナンライトっていうね、あの有名なライトのメーカーありますけど、そこのメーカーとはちょっと違う、あのちょっと違うライトメーカーなので、これもね、後日レビューしていきたいと思います。いろんなね、色も変えられるんですよね。で、特徴の2つ目なんですけど、ここの下にですね、この三脚と同じように、ちょっと見えるかな、三脚と同じようにこうフックがね、あります。で、フックがあることでカウンターウェイトをね、取り付けることができます。ですので、例えば屋外でライトをね、設置した場合なんかには、ここにね、このフックにバックパックとか重さのあるものを引っ掛けることで
強風に耐えたりっていうこともできますね。まあこの辺はね、細かいんですけれども嬉しい点ではあります。で最後3つ目なんですけど、まあこれはね、ライトスタンドにはあまり機能はないかもしれません。どういうことかっていうと、ここの部分ですね、ここの一番下の部分のネジを反時計回りにこう回すことで、実はですねこれ外れるんですよね、センターポールの部分がですね。結構回しますけどこんな感じで外れるんですよ。で外したら、よっ、外したらこんな感じですね、一脚になるんですよね。あとはもうこういう風に伸ばせます。でかなり長く伸ばせるので、先端に例えばスマホをつけて一脚としてこう取り付けて、クレーンショットとか、まあドローンみたいなショットを撮ることができます。で2メーター近くこれ伸びるので、かなりねバリエーションが高い撮影もできるので、まあ、ライトスタンドプラス一脚の機能も備えているので、なかなかねこれアイデアかなと思います。もちろんここの先端に4分の1のネジがついているので、まあ、さっき言ったように雲台を取り付けてカメラをね取り付けるっていうこともできるので、まあプチ三脚としても使えるし、こういった感じで一脚としても使える、まあ、もしかしたらこの耐荷重がどれぐらいこうね横のこう曲げに対してどれぐらい強いかわからないんですけれども、先にジンバルを取り付けて、でジンバルを使ったこうねクレーンショット、まあ過去ね私もね動画の方でクレーンショット1回やったんですけど、さらにこう長い高い地点からぐーっとこう下ろすような面白い撮影ができるかなと思います。これ面白いですよね。でこんな感じで時計回りに回せばまたギュッと締まります。はい、こんな感じですね。ここを回すんじゃなくて、このチューブね、センターポールを反時計回りにするとこのセンターポールが外れます。ちょっとここじゃなかったですね、間違いです。じゃあ最初にもやりましたゴドックスのソフトボックスとライトをこれに取り付けて、実際その最初にね私が今まで使ってたライト付属のもうほんとチャッチーライトスタンドとどれぐらい違うのかっていうのもね試していきたいなと思います。今からねそれちょっとやってみますね。でこれ今ねライト付属していた本当にね安っぽいライトスタンドなんですよ。これに今つけてます。で見てもらうと分かる通り、もうこの辺ね特に曲がってるんですよ。かなりしなってますね。でここの接続部分は特にね弱いので、ちょっとこの重さのあるソフトボックスなんかはかなり不安ではありました。で現場なんかでねこういう風なセッティングするとちょっと万が一ね倒れちゃったら、演者さんとかやってる時に倒れちゃったら困るので、本当ねこれ不安になったんですよね。じゃあこれを実際ね、先ほどのフォソトのカーボンライトスタンド、こちら設置してみたいと思います。よし、今ね全くさっきのライトスタンドと同じ高さに調整して、高さをね調整してやってます。でこれに取り付けて締めます。でこのライトスタンドでこのソフトボックスもね同じ角度で動かしてない状態ですね。どうかな、よし、OK、さあしなり、さっきと比べてどうですかね。ちょっと暗くて見えないんですけど、一回ライトつけましょうか。こんな感じですね。まあ多少ですねちょっと曲がるぐらいなんですけど、かなりねこの接続部分っていうのも安定してるかなと思います。さっきみたいにぐにゃっというふうに曲がってないので、意外とねいけるんじゃないかなと思います。どうでしょう。でしかも設置もねかなり楽で、ここのね回す部分を3箇所くるくるくるっと回すことですぐにシュッと伸ばすことができるので、現場での設置作業っていうのもかなり短縮、時間の短縮ができると思います。いいですね、なかなか。まあ3キロまで、耐荷重3キロまでなんですけれども、まあこれぐらいのソフトボックスであれば全然問題ないような気がします。多少ね少しこう反りますけれども、まあ、それでも安定性は先ほどのこのね、よいしょ、先ほどのこういった付属してあったライトスタンドよりは全然安定感はありますね。はい、再びね戻しましたけど、やっぱね
やっぱこの部分ね、ちょっと不安なぐらい曲がりますね。この部分ですね。その後ろのドアのラインと比べるとわかると思います。かなり曲がってますよね、これ。怖いな。やっぱこれでね、今まで作業してたので、ちょっと怖かったですね、これ。まあ、パネルライトとか、ソフトボックスをつけないパネルライトだったら、今みたいな付属のライトスタンドでも十分とは思うんですけど、やっぱりこのソフトボックスってどうしても現場で必要な撮影機材になってきますし、結構ね、多用するんですよね。なので、やっぱりこういったしっかりしたライトスタンドが1本あるとかなりね、撮影現場では重宝するんじゃないかなと思います。でしかもね、さっき言ったようにここのくるっと回すだけですぐに畳むことができますし、現場での設置の準備とかもかなりね、時間短縮にはなるんじゃないかなと思います。で、まあ本当はね、センチュリスタンドとかが最適なんでしょうけれども、ちょっとね、あれ重たいし、ちょっとかさばるんですよね、持っていくのに。で、これだとね、かなり小さいし、例えばこのぐらいだったら、カメラ用のバックパックなんかのね、横にスッと挿しておくこともできるし、まあ臨時的にっていうか、まあ簡易的に、カメラのね、三脚としても使えるし、さっき言ったようにこのセンターポールを外して一脚としてクレーンショットとか面白いショットを撮るっていうこともこれ一本でできるので、なかなか面白いと思います。で、前回紹介したね、K&F の三脚とちょっとね、迷うところではありますけれども、まああくまでもこれはライトスタンドなので、まあ三脚機能とか一脚機能はまあおまけくらいかなっていうふうに考えた方がいいかなと思います。で、価格なんですけど、まあ、7000円ちょっとなので、まあ、そんなに高いものではないかなと思います。センチュリスタンドなんかはね、高いものになると2万円とか3万円とかするものもありますので、まあ、そのぐらいの出費がちょっと痛いなって思う方は、ぜひね、これ試してみる価値はあるんじゃないかなと思います。で、何よりね、カーボン製ってことで本当に軽いので、持ち運びはね、ピカイチですね。でもしこの商品気になったって方いましたら、概要欄の方にも購入先のリンク貼り付けておきますので、ぜひチェックしてみてください。今回の動画良かったと思っていただいた方は、ぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次の動画で。どうですか？これ。結構ね、いいですよね。で、その性能、機能もそうなんですけど、まずね、この見た目がかっこいい。見た目かなり気に入ってますね。この黒にやっぱブルーのラインっていうのがなかなかこう、良くて、まあアルミっぽい感じと、あとカーボンもね、カーボン独特のこの模様とかも結構ね、気に入ってます。で、臨時で一脚もできるし、まあカメラの三脚としても、まあ使えるというような、いろんな機能が揃ったライトスタンドですね。皆さんどんなライトスタンドを使ってますか？結構付属のね、ついてきたライトスタンドを使ってるって人もいると思うんですけれども、もし別でこんないいライトスタンドがあるっておすすめがねありましたら、ぜひねコメント欄の方に書いていただけると嬉しいです。ちょっと次回ね、またクライアントワークが11月と12月に1件ずつ入ってるので、その時にねこのライトスタンド持っていこうかなと思ってます。活躍しそうな気がしますね。じゃあまた次の動画で。